ベラーノは GM が製造、ビュイックブランドで販売している自動車である。2011年1月の北米国際オートショーで発表され、同年末に発売を開始した。1998年に販売を終了したスカイラーク以来、ビュイックが北米市場に投入する最初の小型車となる。中国で2010年6月に発売されたビュイックエクセル GT の北米版にあたるが、 ボンネットフードのクロムのポートホールや内装の木目調パネルなどアップグレードが図られている。車台はシボレークルーズやオペルアストラジェなどと共通の GM デルタ2プラットフォームが採用される。エンジンも中国向けエクセル GT とは異なり直噴版のエコテック2.4リットル自家4が搭載される。最高出力と最大トルクは それぞれ 180HP6700RPM、171ポンドフィート 4900RPM である。トランスミッションは6速 AT のみで、燃費は、市街地が 21MPG、高速が 31MPG となる。ベラーノの製造は、ミシガン州オリオンタウンシップにある、オリオン組み立て工場において行われる。2015年に発売を開始。 セダンに加えてハッチバックが追加された。ベラーノはスペイン語で夏の意味である。ありがとうございます。